一緒にドライブに行きたい有名人、平野耀、スノーマンが同率2位、1位は8年連続のモンスターグループ。日本の駐車場運営企業である、パーク24株式会社は、毎年開催される、一緒にドライブに行きたい有名人のアンケート結果を発表しました。ドライバー向け会員制サービス、タイムズクラブの会員を対象に行われたアンケートでは、様々な世代を代表するアーティストたちがランクインし、 トップ10の中で嵐が8年連続で首位を獲得しました。本校では、アンケートの結果や有名人たちのコメントをもとに、なぜ彼らが選ばれたのかに迫ります。トップ10有名人一覧。アンケートに参加したタイムズクラブの会員たちが選ぶ、一緒にドライブに行きたい有名人のトップ10は以下の通りです。嵐、平野潮、スノーマンと同率2スノーマン、平野潮と同率2大泉洋。 のぎざた46、BTS、サザンオールスターズ、綾瀬遥るトワイス、同率、シクストーンスエスミル・イアップ、STARTO エンターテインメント所属のアーティストたち、ジャニーズ事務所勢の独占。興味深いことに、トップ3には旧ジャニーズ事務所所属のアーティストが独占しています。同率2位には、現ンナンバー、愛の平野紫耀と、スノーマンがランクインしました。特に平野紫耀は、 注射がうまそうな有名人でも4位にランクインしており、まさにドライブにおいてのスキルが注目されています。8年連続の王者、嵐。一方で、注目すべきは嵐が1位を獲得し、これで8年連続の快挙を達成したことです。嵐は2020年末をもって活動を休止しているにもかかわらず、未だに変わらない人気を誇っています。彼らがなぜここまでの支持を得ているのか、それに迫ります。 アーティスト選出の理由。今回のアンケートで有名人たちに投票した人々の最多の理由は、好きファンだからでした。これは、ドライブにおいてだけでなく、彼らのファンが彼らの日常生活や趣味にも興味を持っていることを示唆しています。ファンたちは、自分たちと共通する趣味や価値観を持つアーティストと一緒にドライブを楽しむことで、より親近感を感じるのでしょう。また、平野紫耀のように、 注射がうまそうな有名人や、スノマンのようにグループとしてのチームワークが高く評価されたことも、ファンにとって選出の理由となったことでしょう。アーティストたちのコメント。一部のアーティストたちは、このアンケートの結果に対してコメントを寄せています。嵐のメンバーからは以下のようなコメントが寄せられました。8年連続で1位に選ばれるということは、本当にありがたいことです。活動休止後も、 ファンの方々とのつながりが変わらず続いていることを感じます。これからも彼らと共に素敵な瞬間を作りたいですね。平野紫耀も注射がうまそうな有名人、ランキングで高評価を受けたことに対して、実際、私はよくドライブが好きで、注射も得意な方だと思います。ファンの方々と一緒に楽しいドライブができたらいいなと思いますとコメントしています。一緒にドライブに行きたい有名人のアンケート結果は、 単なるランキングだけでなく、アーティストとファンのつながりや、彼らの魅力を垣間見るものとなりました。ファンの投票により選ばれたアーティストたちは、単なる音楽活動だけでなく、日常生活や趣味においても注目を集めています。嵐の8年連続のトップ獲得は、その人気の持続力を物語っています。これからもアーティストとファンの交流が深まり、より多くの素敵な瞬間が生まれることでしょう。より多く